日本ハムファイターズ最終戦ですね、24回戦、この後18時試合開始予定となっております。なお会場時間は16時30分を予定しております。さあこのステージイベント始まるんですが、最初にちょっと紹介しようかね。はい、じゃあまずこっちから行こうかな。はい、まずはこちら楽天イーグルスのクラッチくんです。はい、かなりまったりとした拍手が起きましたね。はい、どうもありがとうございます。さあ、そして今度はあちら側、早く行ってこい、後ろ向いて準備バターン、楽天イーグルスのクラッチーナちゃんです。あ、こっちの拍手がちゃんとした拍手になるんですね。さっきクラッチくんの時、今ね、今いじけなくていいか、いじけなくて大丈夫。はい、はい、私三人様といらっしゃるので、よろしくお願いいたします。師匠、はい、どうもありがとう。今デッシー待ってたじゃないですか。いつでもいいですよ、いつでもいいですよ、シャッターチャンス。さあ、それではイベントの終了の方に移りたいと思います。師匠が紹介しないから、本当に皆さん誰だこいつみたいな感じになっちゃってるじゃないですか。だってそのままだと思うから。もういいね、かわいいです。私は三人柴田師匠のデッシーのデッシーアキコです。よろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、自己紹介できて本当に良かったね、私、練習を取った覚えはないんですけどね。何言ってんだって、こんな、はい、勝手にステージ上がってきてね。勝手に勝手に。さあ、それではね、今日もゲスト名義イベント盛りだくさんでございます。そのイベントをね、少し紹介したいと思います。はい、まずは正面向かって左側、はい、あちら側ですね。あちら、犬鷲の森では犬鷲の森ラジオが行われます。今日は復活ミニスカポリスの皆さんも登場するです、登場するそうです。ミニスカポリスの皆さんのラジオはだいたい4時40分頃から、そしてその後ハイチーズの板橋さんのラジオが5時15分頃から始まる予定です。ちなみに犬鷲の森ラジオは、ラジオといっても皆様電波は飛んでおりませんので、皆さん直接犬鷲の森へ足をお運びください。ちょっとあの特殊なラジオですけどね、ラジオといっても直接生声が聞けるんで楽しいですよ。皆様どうぞ口を運びくださいね。師匠、師匠、何見てるんですか、何見てるんですか。あちらにあのちょうどラジオハイチーズの板橋さんがいらっしゃるので、はい、ぜひ、はいはい、あちらで、ね、座るところもありますからね、よければね行ってみてください。さあ、そして今度はスタジアム向かって右手側一塁側の方に行きますと、カラスの穴という場所があります。今年はそこにブラウン館というね、白いロイヤルのような建物が建っております。そこにアフロ DJ 山口、そしてね緑の舞台ベイビーブラウンが登場してなんやかんやするんですが、先ほどね犬鷲の森にも登場するとね、言いましたけれども、そのブラウン館の方にも、復活ミニスカポリス登場するということです。時間はだいたい16時35分頃かな、なっております。よかったら行ってみてください。そして皆さんのちょうど後ろ側、はい、後ろ、さらにスピードガンコーナーが今日も設置してあります。あちら1回200円でチャレンジできて、そしてそして今クラッチーナちゃんが持ってるこちらの認定証を皆様もらえるので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。ちなみにこれはクラッチくんの記録ですね、87キロ。クラッチくん、なんか今シーズン中に100キロ出すって言ったんですけど、まだ87キロしか出せてないみたいなので、皆さんクラッチくんに負けないようにぜひチャレンジしてみてくださいね。はい、ちなみにクラッチくん日に日に下がっております。はい、シーズン始まった頃は91キロ出てました。下がってるじゃないですか。はい、よかったらね、みんなで挑戦してみてください。さあ、そしてですね、球団オフィシャルマガジン、イーグルスマガジン、はい、今シーズン最終号となります。30号、今日から発売です。30号、もう買った人いるかな。お、いた、4人ぐらいいたよ、今。わ、後ろ始めた、6人。お、お、いますね、いますね。はい、じゃあ残りの人は今すぐこの裏に行って買ってきてください。よーい、スタート。誰も動かないです、よしでしょ。はい、売ってる場所はですね、この裏にある総合案内所の隣、そしてスタジアムストア、そして2階コンコース、3階コンコースには自動販売機も設置しております。ちなみにね、外周歩いてるとワゴンでも売ってますのでね、よければね、一部100円となっております。ご購入ください。ちなみにこの裏にある総合案内の隣では、バックナンバー、今年のだけではなく去年のもね購入できるので、よかったら覗いてみてほしいと思います。何やってる、バックナンバーね、いっぱいあるんだね。はいね、ぜひね、購入していただきたいと思います。さあ、そしてですね、皆さん後ろを見てください。赤いテントが3つ並んでおります。今日、明日、明後日と2010サンキューセールということでね、応援グッズ、あそこでなんと 40% 最大 80% オフでね、販売しているということですから、 80% お得ですね。よかったらね、あれた欲しかったけどちょっと足らなかったなって思うのね、覗いてみてね、あったらね、よければ購入してみてください。さあ、そしてこの後このステージの方でもね、イベント盛りだくさんとなっております。はい、この後は楽天イーグルスの公式チアリーダー、東北ゴールデンエンジェルスによるダンスパフォーマンス、
そしてスタジアム DJ 古田裕二さんによるトークショー、わしわしイーグルス。さらに今日エンタの皆様のコーナーでは、先ほども言いましたが、復活ミニスカポリスの皆さんのライブが行われます。復活ミニスカポリスの皆さんはですね、今シーズンポケースターを盛り上げてくれて、今日が今シーズン最後のこちらのステージとなりますので、皆さんどうぞお見逃しなく。はい、そしてですね、はい、9月に入っておりますけれどもね、今日はちょっとあいにく天気悪いですけどね、秋ということで涼しくなってまいりました。秋といえばね、スポーツの秋とか、読書の秋、いろいろありますけども、クラッチ君、クラッチラちゃんはね、秋の大運動会と称して、この9月、そのステージで勝負をしています。ちなみに結果がそこに貼ってありますけどね、あちらに、はい、弟子の手作りの成績表が、はい、見えますかね。ちゃんとクラッチ君とクラッチラちゃんの似顔絵もちゃんと書いてあるんですよ。はい、じゃあクラッチ君、クラッチラちゃん、今日もやるんだったらね、準備してきてね。はい、さあ今日はね、どんな勝負になるんでしょうかね。そして今日はクラッチ君とクラッチーナちゃんの戦いをさらに熱く盛り上げるために勝利の女神に登場していただきましょう。ということで、東北ゴールデンエンジェルスの皆さん、お願いします。あ、皆さんよく大きな拍手をお迎えください。クラッチ君とクラッチーナちゃん、秋の大運動会に東北ゴールデンエンジェルス登場してくれました。皆さん、こんにちは、東北ゴールデンエンジェルスです。今日はクラッチ君とクラッチラちゃんの応援よろしくお願いします。はい、こっちに盛り上げたいと思います。なんか一気にステージが華やかになりましたね。そしてお客さんが一気に笑顔が増えましたね。ありがとうございます。ちなみに大場さん、はい、秋ですけど、秋といえば大場さんはどんな秋は？そうですね、やっぱり食欲の秋じゃないかと。弟子と同じですね。そうですよね。お客さんがそんなことねえだろみたいな。食欲の秋、いろいろありますからね。はい、ね、栗とか、あ、ね、サンマ、これサンマありましたね、そういえばね。おそんなこと言ってる間に、クラチ君、クラチちゃん、もう準備できた。今日は何で勝負するのかな。お、玉入れ対決。玉入れ対決。さあ、ちなみにね、過去にもね、玉入れ対決、何回かやっております。はい、はい、どっちの方が勝った数多かったかな。クラチ君のちょっと多かったかな。玉入れ対決はクラチ君の方が勝ってます。勝ってる気がするね。はい、ちなみに大場さん、今日はどっちが勝つと思います。じゃあ、クラッチーナちゃん。おクラッチーナちゃんが勝つと、はい、頑張ってもらいたいです。じゃあ、ゴールデンエンジェルスさんはクラッチーナの応援ということでね。クラッチ君も応援します。あ、クラッチ君も応援しますと。はい、わかりました。はい、はい、じゃあね、これではね、それではこのやり方少し説明したいと思います。球を投げるのは、今ステージの前に集まっている皆さんです。この球を、今弟子が持ってるボールですね、この球を、1人1球ずつクラッチ君、そしてクラッチラちゃん2個分に投げてもらいます。そしてクラッチ君、クラッチラちゃんがどちらが多くキャッチできるかという勝負になっております。最初はクラッチ君からですね。はい、皆さん分かりましたか。弟子がボールを渡した方は嫌がらずに投げてくださいね、ちゃんとね。はい、注意事項1つ、クラッチ君、クラッチラちゃんが取れるように投げてあげてください。山なりにボールを。さあ、それでは早速行ってみたいと思います。ちなみに僕が合図するまで投げないでくださいね。さあ、それでは秋の大運動会、玉入れ対決スタート。さあ、スタート。オッケー、行ってみます。ナイスキャッチ。さあ、次はクラッチラちゃん。おっと入った、ナイスキャッチ。さあ、次はクラッチラちゃんの番。さあ、カメラを構えてる感じじゃない。もう一回、惜しい、届かない。さあ、残りが少なくなってまいりました。クラッチ君、おっと届くか。さあ、次はクラッチラちゃんの番です。ビデオを構えながら、せーの、よっ、オッケー、ナイスキャッチ。ナイスオー、ナイスキャッチ。さあ、そして今度はクラッチ君の番。さあ、もっと狙って。さあ、最後クラッチーナちゃん、誰が投げるかな。お後ろのお兄さん、さあ、いった、うまい、惜しい、ナイスボールだったんだけど、もっと以上かな。以上で玉入れ対決終了。さあ、それではどちらが多く取ったのか数を数えてみましょう。ちなみに大場さんの予想ではクラッチーナちゃんでした。そうですね、クラッチーナちゃん、ね、なんとなくちょっと分かった気もしますけどね。どうかな。一応数えてみましょうか。はい、はい、お願いします。いきましょう。まずは1つ、
ッケー。オッケー。さあ、そして、スタート。オッケー。どっちなんでしょうかね。どっちなんでしょうね。次いきますよ。ミーツ。どうした？せーの、ミーツ。あーあれ、あれ、中見せて、はい、あれ中見せて、はい。ということは2対2で今日は引き分けとなりました。引き分け。ということで早速こちらの成績表に記入したいと思います。これは2度目の引き分け。2度目の引き分けですかね。引き分けって書いておきますよ。ちなみに今はクラッチ君5勝クラッチになったら4勝でクラッチ君がリードしております。クラッチちゃん頑張ってね。やっぱりクラッチちゃんの方が応援しやすい。大丈夫だよ。どこ応援するからクラッチね、はい。さあね、次の勝負もね、どうなるのか。さあ、このようにね、秋の大運動会、試合があるにね、毎回盛り上がって行っております。どうですか、おばさん。はい、そうですね、ここからはまだまだ盛り上がっていきたいと思います。まだまだクラッチくん、クラッチ準備 OK？ よし、行ってみましょう。ミュージックスタート。行ってみましょうって。ピンピンボーイ。次の勝負に向けてまた準備の方よろしくね。よろしく。はい、どうもありがとう。なんだかんだで僕もちょっとやっちゃったけどびっくりした。みんなで盛り上がった方が楽しいに決まってるじゃないですか。びっくりしたよ。